こうしますね。はい、楽にね。はい。で、だいぶここ緩んで、うん。ね、うん。代預金とかになるんですけど、はい、もう随分楽になりましたよ、うん、そうですよね、まあ、あとはちょっとこう、まあ、こいいですよ、肋骨と、はい、まあ、骨盤を開きたいっていうのがあるので、うん、こういうことになりますね。あ、大丈夫ですか、気持ちいい、うん、ちょっと待って、もみちゃん、手つなごう。あとか、まあ、こっちからこうちょっとこうして、大丈夫ですか、大丈夫ですね、はい、ね、どうしよう、カッターで削っていい、あ、どいて、ね、どいて、一回これ捕まえるとか、もうちょっとやって、あ、いや、いや、もうちょっとやって はい、はい、そうですね、まあ、さっきよりも温めてもいるし、うん、足もやったし、うん、で側面もやったし、臀部やったし、怖さが減った、うん、ですよね、うん、まあ、随分、まあ、温まるだけでもね相当違うし、かなりお尻も緩んだし、うん、連動して結構足のむくみも軽くなってますしね、血色も良くなってるんで、だいぶ血の巡りとかは良くなって、うん、この辺もで、多分今ってあんまりしばらく食後経っているじゃないですか、だからまあお腹が張るみたいのもないし、うん、やりやすい状況にはなってると思うんですよ。私が一番がすごいね、私が一番かね、え、うん、全部みんなは私の言うことを聞きなさいっていう、ね、的なとこがね、あるね、あるある、すごいね、うん、でもあれなんですもんね、保育園とかだとそのまあしっかり者をやってるというか、もうやってる ね、 ね、うん、まあまあでもまだし、うん、そうね、ちっちゃい子組なとこはあるけど、うん、でもここそこまでなんかずっとねわがまま言って困らせるみたいなことはしないんですよね、うん、まあ、状況に応じて使い分けてるというかね、そうそうそう、うん、で0歳の時から言われたよ、へえ、うんうん、すごいね、この子は分かってるから賢い子だから大丈夫大丈夫なのかなそうそう、大丈夫じゃなかったみたいな、やる、ね、お家でもね結構お掃除とか手伝ってくれるの、あ、じゃあ好きなんすかね、好きだし、掃除がね、掃除も楽しく、まあ持っていくんだけど、私の方がそうやって持っていくんだけど、あ、楽しめるようにね、ようにね、はい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 、だけどやっぱりこうてママのお手伝いをしたとか、ママに手紙をあげたとか、そういう何かしてあげたいのはすごくあるみたいだから、あ、なるほどね、はいはいはい、はい、うん、お世話は大好きだし、なるほど、喜ぶ姿は嬉しいしみたいなんで、あ、まあまあ、なるほどね、だからそういうのはあるんだよね、うんうんうん、でもそれが私のわがままを聞いてが勝っちゃうんですね、勝っちゃう時もあ る、 もあるという、っていうか勝っちゃう時は普通で、気が向けばちょっとお手伝いももうちょい本気でやっちゃうみたいな、へ、もうどこもかしこもトイレもお風呂場も全部私一人でやるみたいな、やりだしちゃって、それはそれでめんどくさいんだけど確かに、でもまあそれぐらい、うん、うん、いい時もある、いい時っていうかもね、うん、そういうところもある、うん、さっきも横で一生懸命手紙をね、うんうん、
開いてたけど、うんね、お手紙でもそれもなんかこう私が開くんだからダメみたいなそういうのはある自分のペースは崩さないですね。崩さないあげたからお母さん好きにどうぞじゃないね。うん、あそうね、開くの私、そう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 、あなたはまだ手を出しちゃダメよみたいな、うん、そうねそれはあるある。あで自分のこと言われてるふで見たここも左右差がありますね、うんうん、お腹スカスカ感っていうのはもうずっとありましたね。うん、そうね、やばいやばいって思って、うん、支えられてない感がありますね、うん、ずっとスカスカ感はあって、うん、こりゃ怖い怖い来たなーなんて思ってた、うんうんうん、そうですね。逆にもここがカチカチなんで、ほうほう、うん、バランス取ってあげればもうちょっと下っ腹にもエネルギーがいくんですけど、うん、まあ、要はもうこっちに力が集まっちゃう、こっちは本当はスカスカがいいんですけど、はあはあ、うん、そこスカスカなのね、うん、ここがやっぱりズブッと入るぐらい、まあ、そうなってればまあ呼吸が深くなるんで、浅い浅い喘息にもなりました。そうい、ね、えば、まあ、ここはね硬いで、まあ、こっちには力が入らないってこと、うん、エネルギーって、まあ、要はどこかしらに絶対入ってるし、どっかに集まっちゃえば抜ける場所もあるから、うん、どう回すかとかどこに集めるかが問題なんで、腕いらない、分かった。おー、うん、でもやっぱちょっと今、うん、こうでエネルギーがね出てきてるっていうか、うん、張り、うん、も出てきたので、お膝ちょっとまた開いていいですか、うん、あ、いいですよ。黒みたいに見える。あ、待って、腰の方にね、はい、響きちゃいました。なんかね、布団が柔らかいから、うん、あ、沈んじゃうんですね。あ、そっか、動きが変わっちゃうんだな。ベッドとはね、ちょっと違うんですよね。動かしてたね。まあでも、この方がいいんですよね、こういう形で。じゃあでもね、まあいいや、いいようにしてください。うん、ちょっと脱力で。まっすぐ置いてやってきます。ちょっと、ね、距離感とか難しいんですよね。ごめんなさい。いえいえ。うん、ああ気持ちいい、でも、ね、まあ、確実にいい方に回復はもう明らかにしてるんで。本当。うん、のみちゃん来ないで、怖い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 、ほんとやめて。向こうに行きたいの、この中に入るのがいいじゃん、そこ、こっちまで来ないでね、のみちゃん、こっちまで来ないよ、わかった、うん、お布団、こっちに見つけて、あーすごい、うーん、お父さん抱っこ、抱っこ、あったかいんですけど、これで、うん、緩んできましたよね。うん。